さんこんにちは、モフリコことパピネンです。今日はゆるコルポのミネラルレッグスムーサートライアル、こちらのご紹介です。そしてパピネン殿下にもまた、お手伝いしていただいてます。今日はちょっとこんなボックスに入りながらになります。そんなこの、出てきはった、はい、ミネラルレッグスムーサートライアルですね。これ先日これご紹介しました。もうちょっとこっち、先日ご紹介しましたミネラルバスパウダーの、ミネラルレッグスムーサー、つまり美脚専用のこれスリミングマッサージ料になります。ここの裏に、怖いな、ここにもマッサージ料の字ありますね。でまあこれね、ミネラルバスパウダーのポイントが沖縄で取れる雪地をやったんですが、もちろんこのミネラルレッグスムーサーにも入ってます。あとねこれアンズのスクラブも入ってます。ということでこのミネラルレッグスムーサーでマッサージすることによって、スリミング、むくみ、セルライト、角質、保湿ケアできるというアイテムになります。はい、殿下はご飯を食べにお家へ戻ってしまいましたので、ここからは、私だけでお送りしたいと思います。でまあね、ここまでは一般的なこのミネラルレッグスムーサーの説明になりますが、すごいびっくりしたことがありましてね。もう何がびっくりしたってね、これここ見えるかな、ここのここにこれお試しトライアル、これのトライアルなんですが、ここに50g、 トライアル 50g 両足2回分とありましてね、もうってものすごいびっくりしました。これ2回分やったみたいな。私これね先日使ったんですがね、正直ね片足にねちょっとここに出すけど、よいしょ、こんなぐらいの程度のその量しか使わなくてですね、というかこんな量でも普通にマッサージはできたんですが、やっぱもっと大量に使った方がそら効果は出るわな、うん。であと一応ねこんなおすすめ足マッサージの紙もこれついてきたんですが、そらこんだけやったらむくみも取れるでとも思いました。というわけで、このマッサージ料ですね、ちょっとテクスチャーと見ていきたいと思います。はい、ではちょっと塗り広げますよ。いきますね、こんな感じっていうのかな、わかるかな、どっちかっていうとこう固めのねっとりとしたテクスチャーですわ。でこの黒いつぶつぶが見えると思うんですが、これがアンズのスクラブですね。これが結構優しいその感じでね、ええ感じでマッサージできましたね。でただちょっとお風呂場とかで自分でやると分かるんですが、メントールの感じがちょっとあってね、この冬場にはちょっとばかし寒いかなとも思いました。じゃあちょっと軽く洗い流したいと思います。じゃあちょっと水含ませますよ。水含ませるとこんな感じになっていきますね。こんな感じ、ではちょっと洗い流したいと思います。はい、洗い流した後は、こんな感じですね。結構サラッとした感じになります。まあこんな感じでね、このミネラルバスパウダーの時にも言ったんですが、休日とかにゆっくりゆったり入浴しながらよく体を温めてこれするのがおすすめかなと思います。こんなアイテムがあったらねより楽しいですよね。甘いものとかスイーツもご褒美やけど、こういうボディケアのご褒美もたまにはええかな思います。なかなか楽しいしね、
あの2回で使い切らんでもええと思います。でまあ1200円というプチプラやし、今やったらこんな、あこれやな、このサンプルも、ついてきます。こういうとこもええなと思います。というわけで、詳細はどうぞ下のリンクをクリックしてください。